トン。Hey guys, my name is わさもんなひとみち。改めまして、おしはいのすけ。わさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、テレビアニメ鬼滅の刃遊郭編第7話、変貌です。何話まであんのかな。まあそれはちょっとわかんないんですけど、まあ多分半分は超えたのかな、半分ぐらいかな、ギリ半分いってないとかかな。うん、まあいかんせんね、あの無限列車編からの継続っていう形取ってるんで、ちょっとそこが読めない部分はあるんですけれども、まあちゃんと今後も見ていきたいと思います。はい、ということでね、前回のおさらい第6話、抱きたい炭治郎のところで、なんかね、いろいろ難しかったので、一回そのまんま見てで、動画出してすごかったなって思ったから、もう一回見直したんですよ。でそしたら、そのキャストのところ、あれ最初お父さんって思ってたんですけど、お父さんじゃなくって剣士って書いてあって、剣士とは、はあ、みたいな感じで、まあ急遽一分弱の動画を出して、まあいろいろコメント欄で教えてもらいました。すごかったな。あの一期の第19話ぐらいほぼ圧倒されてたんで、なんか今までの話とはちゃんとつながってんだけど、いきなりこうガラッと変わったような印象があったし、禰豆子大丈夫かっていうのと、あとはあの伊之助と善逸と天元の方のね、向こうもどうなるかなっていうのがあるんですよね。ちゃんと合流できればいいのになっていうのはあります。だからね、前回はもうあのこそこそ噂話もなく、もうそのまま走っていったんでね、間に合ってくんねえかなっていうか、禰豆子どうなるんだろうっていう感じなんで、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。よいしょ。で別でまた動画は出そうかなって思うんですけど、気づいたら500人いってました。夜勤でね寝てる間に500人いってた。夜勤で家帰ってきて寝てたら500人いってた。ありがとうございます。はい、それでは、D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。禰豆子、鬼に鬼っていうか上限に匹敵するレベルなんでしょ。これが体がでかくなってってんだよな。これがわかんないの、マジで。角も生えてるしな。はいはい。さっき切ったのにさ、一瞬で足も腕も生えてんじゃん。どうしたんだろうって思ってさ、なんかね、他にもその前回で言う剣士に対して、その一気でもう姿シルエットとか、あの後ろ姿とかはもう出てて、全然覚えてなかったから、一気見直そうかなと思ってるんですけど、タイミングっていうか時系列で言うと、この遊郭編の後にあとどれくらいあるかが分かんないし、まあもしかしたらあの無限列車編みたいに劇場版があるのかもしんないけど、見るとしたらどのタイミングがいいのかをちょっと教えていただきたい。まあ、あの剣士が重要ですよっていうのは教えてもらったんだけど、遊郭編でその剣士の
正体って分かんのかなっていうのがあるんで、どこかしらで一気は見直したいなと思ってるんで、その今後の時系列っていうかタイミングをちょっと教えていただきたい。本編開始。第7話変貌。禰豆子の体のあれじゃん。はあ、抱きより強えん今。でも完全に鬼じゃんねえすか。なんでこうなったのまず。名前忘れたけど弟。うわ、首切られたじゃん。あれじゃねえのか。なんだっけ。バッケツみたいなやつ。あるような燃やすやつやな。あの時って何？やけどか。えぐいって。なんかちょっと戻った。そんなことはない。なさそう。あ、やばい。巻き込んでるよ人間を。人間の血。耐えろ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 。よくやった炭治郎。バカでけえじゃんねずこ。よくやったねずこ。ねずこで炭治郎。抑えろ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 。死ぬ。耐えろ耐えろ。やばい。
醜い姿だ。やばい。点検早く来い。点検早く。点検。ダメ。ダメだ、危ない。お！鬼か。進むって何？やべえ、ブチ切れとるやん。上限の6だろ。え？いつ切ったの？え？え？上限早くね？もうアイキャッチ。上限の6だろ。上限じゃない。お。耳は起きてんのか。よう寝ながらいけるな。大丈夫、お前ならいける。問題はこっちな。そうなんだよな。抑えろ。そうそう、逃げて、みんな早く。ほん。どうやって止める？どうやって止める？はあ、炭治郎。
お、ちっちゃくなった。よかった、よかった。どういうこと？泣いた？そうなんだよ、燃えてないよね。うん、お兄ちゃん、カマ、6って書いてある。治ってる。
早すぎん、強っ、牛太郎、許す。守んないといけないもんな。煽った煽ったな。うん、すげえ、閃光弾。なるほど。すっげ。すげえ。うん。だろうね。妹がお兄ちゃん。愛坂、ね、あのさ、鬼滅って何、声優にバグかなんか発生しとんか。マジでこう全員が主役級なんよ。その鬼殺隊とか柱とかではなく鬼まで含めて、頭おかしいんじゃねえんかこのアニメ。でもなんかさ、だけんさ、首切ってなんでこんな知らんって思ったらさ、なんだあれは、影から出てきたかなって思ったら、なんか背中から出てきたって言ったけど、で、二人で一つっていうことはもう、二人いっぺんに首を切らなんのじゃねえんか？初めてだな。何？どういうことだよ、本当に。
れなんかいつもと違うよ、なんかいつもと違ったよ、いや、ねずこがいい子なのは知ってんだよ。そうだからさ、あのダキをボコボコにするシーンで、ダキをぶっ飛ばしてこう建物をさこうバラバラにしちゃって、でその時にこう人間を傷つけてしまったっていうのがあったから、ネズコはこんなことしないって思いながら見てた。鬼化が進んでるっつうのは何がきっかけに当たるのか。いやまあ鬼化はまあ分かってんだよ。で、あの前回の第6話で炭治郎をまあ助けるために起きたか、まあいろんな人、いろんな人間が死んでその血の匂いで起きたかは分かんないけど、結果だけ見てる分としてはその印象は炭治郎を助けたっていうのがあったの。なんだけどその炭治郎を助けてるところから、なんで何きっかけでここまで角生えたりさ、こんな体にお絵描きをするようなレベルまで進んだのかが分かんない。でもさ他の、あーでもあれか、ダキとか、あとなんだっけ、石田明の赤坂とかにしても体に模様はあったなーっていうのは確かにそうだな。縁無もあったような気はする。でも基本的になんかああいうなんかおしゃれな感じだったような気がするんだよな。なんかダキに書いてあるのはなんかそのダキが派手で綺麗でなんか美人とか美貌とかなんかそういうのにあるからああいう感じの柄なんかなとかは思ったけど、禰豆子のお絵描きはあの柄ってなくねえかなって思って、そこら辺もわかんねえし、あと上限の6じゃねえって6だけど、なんつった、名前がなんかよくわかんなかった。牛太郎でいいのか、もう一回確認しよう。名前、キャストのところ、俺の名前はって言ってたけど、なんつった獣太郎だか牛太郎だかでしょ、取り立てるからなぁって言って、なんて読むのこれ、読み方がわかんねえんだわ。獣太郎かな、兄弟、まあ、どういうことかは分かんないけどさ、いやまあ別に双子か、まあ年が離れてるかは分かんないけど、年離れてんだろうな多分。ダキの方があれだけなんか美貌を追求してた反動なのか、なんかそういうデザインにしたんかな、わざとああいう風になんか醜い感じでやったのかな。でそしたらなんかね、宇髄天元もさ派手でさ、なんかあの何かっこよくて色男でなんか嫁も3人いるみたいなことを言って、初めてのパターンすぎて分かんないんだろ。だってね、宇髄天元もどうすればいいんだって言って、兄が本体なのか二人とも一辺なのかみたいなこと言ってたから、今までのその歴代でもいなかった感じなんだろうな、そういう参考資料がないっていうか、
で、禰豆子を止めた炭治郎はやっぱりかっこよかったお兄ちゃんだね。マジで炭治郎を自分と重ねて見てしまうんだよな。妹のためだったら何でもするよな。わかるよ。いやでもあそこでちゃんと子守歌を歌って禰豆子を寝かせたのはだいぶでかかったと思う。あれ終わんなかったらとんでもねえだろ。またなんかいろんなことがあったな。どうなるか分かりませんが、まあ早く次回を見たいんで、まあね、次回もお付き合いよろしくお願いします。でなんかくれぐれもできればコメントは控えていた、あコメントじゃあのネタバレは控えていただきたい。予想として倒すっていうのは分かるんだけどね、どうやって倒すとかはそういうのは書かないでいただきたい。できれば申し訳ない。はい、ということでね、もしこの動画が面白かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひよろしくお願いします。はい、ということでテレビアニメ鬼滅の刃遊郭編第7話変貌でした。ありがとうございました。